はい、というわけでどうも、マルトラです。今回は海に潜っていくゲームやっていくんですけども、なんか最近発売された海潜るゲームですね。で、なんか魚ちゃんたちを集めていくっていうゲームらしいですわ。おりました、おりました。これ L を押したら、この魚調べてその詳細を見れるっていう、いろんな魚たちに出会おうっていうゲームらしいですわ。赤エイは有名なやつやんか。このゲームおもろいねんな。ただただこの魚を集めていくだけやねんけど、なんかね、見たことない魚たち、見たことある魚たちに出会えて、アメリカンロブスターですわ。で、あのリアルやねんな、めっちゃ。あ、ちっかサービスショットですね、今のは。あの、めっちゃリアルやねん。ほんで、あのここなんかね、大穴を見つけてん。この下行ってみたくない、めっちゃ。あの深海魚とかもおるんかな。始めたばっかで、あ、なんか光ってる。ねこれ、こういうなんか道に落ちてるなんかもあんねんな。ヴィーナスのバラ、星さんや。金枠ってことはレアなんかこれ。ちょっと分からへんわ。グッズ、一人でチャット打っていきまして、ってなわけで、うわー、絶対なんかおるで。この先絶対なんかおるやん。楽しみやな、これ。で、なんか、これ、海？うわー、怖っ。怖すぎんねんけど。僕、なんていうの？海底恐怖症って言うんですか？海ん中怖いんですよね。じゃあ、なんでこのゲームやってんねん、いう話やねんけど。あ、でっかいの。あ、マンボウや、マンボウ。これ、マンボウやろ。これ、マンボウ？普通の。うわー、でっかいなー、マンボウ。197センチもあんの。でっかいな。現存する生物の中では世界最大級の甲殻魚。マンボウって世界最大。なんか来たぞ。ちょっと待って、マンボウごめんな。お前のことちょっとごめん。これ何、これ誰？なんか黄色に光ってたで今こいつ。うわ、怖っ。タナトスらしいわ。バリエント。あの英語なんてバリエント、なんでこんな傷だらけなんこいつ、怖っ。めちゃめちゃ怖いやん。一部の地域から恐れられている巨大なホホジロザメ。へえ。本種は積極的に人間や漁船を襲ってたため、悲惨な事故が数多く存在した。へえ、そうなんや。ギリシャ神話に登場する死を司る神からその名がついた。神様の名前なんこいつ、かっこええ。めっちゃかっこええやんか。なんかこんな感じで、これたまたまこういうなんかタナトスにあったけども、これ潜るたんびに地形が変わんねん、マインクラフトみたいに。だから今僕は唯一無二の海を潜ってんねん。それもすごいねんな。ちょっと怖いねんけど、僕がさっき言ってた海洋恐怖症の人に会ったと無理ちゃう。あ、これシュモクザメちゃう？この海当たりちゃう？めっちゃサメに出会える。シュモクザメ。赤シュモクザメ。シュモクザメ、なんか正面から見たらこんなんなんや。ちょっと待って、なんか奥にもおるぞ。これ奥にもおるぞ、これなんか。すごいやつが、これ深海魚か？これ。気持ち悪い名前やな。オキアノアーマン。名前面白。オキアノン、オキアノンまでかっこええねんけど、後ろのアーマーン、何それ。470センチ、4メーター70なんこいつ。リーゼントやんか、かっこいいな。おしゃれに気を使っている。かつて遺跡周辺で目撃された大型のミツクリザメ。ミツクリザメ目っていうんかこれは。古代人によって品種改良された生物の末裔ではないかと推測されている。そうなんや。まあ、悲しき過去があるんかな。周囲に潜むミツクリザメを率いる王であり、強い存在感がある。まあ、その名の通りやな。だから、アーマーンとかいうなんか変な名前ついてるんか。うわぁ、ええやん。もっとすごいやつに出会いたいぞ。あ、寝とる。あ、これ、ちょうちんアンコウちゃん。アンコウ。ああいうちっちゃい魚もおんねんな。うわははははは。キアンコウ。お前や、なんかお前、親近感湧くわ、そのフェイス。かわいいな。なんかこういうさ、
昔はなんかサメとかマグロとかが良かったけども、なんかこういうちょっとブチャイクな見た目のやつ最近可愛い思えてきてんな。犬で言うところのあいつみたいなパグみたいなさ、チワワとか柴犬とかじゃなくてパグが可愛く思えてきたっていう、そういうのありますよね。まあ僕柴犬飼ってるんですけども、あ、なんかかっこいいやつおるぞ。足長ザメみたいな、これサメやろ。うーわ、かっこえ。ニタリやってなんか和名やな、めっちゃ。これあれかな、似たり寄ったりせえへん唯一無二みたいな名前の由来なんかな。これ何、これ、ここなんかちょっとした空間、これなんや、これ何、この台座、え、何これ、え、何これ、これ何、なんかすごいの見つけた。大きな石に近づくと頭の中を揺さぶられるような感覚とともに何者かの声が響いた。え、何、血を泳ぎ長い棘を持つ者をここに示せ。何それ、何それ。え、こういうなんか謎解き要素もあるんや。血を泳ぎ長い棘を持つ者をここに示せ。どういう意味や、あそこに持っていったら鍵として開くみたいな感じ。星へい、こいつもちょっとトゲあるけど、こいつは違うんか。持つとかないもんな、これ。特にないもんだって、持つとか。これなんなんやろ、まだ僕が来るには早すぎたか。じゃあちょっと別んところ行きましょうかね。さっきの謎解きみたいな、なんやったんやろ、よくわからへんかったな、この穴。ちょっと、今後わかったらまた来ますわ。あの穴みたいなないんかな、他に。やっぱり深海行きたいよね。あ、でっかいのおる。これ、ダイオウイカちゃん。イカちゃん。ダイオウイカ来ちゃー。でっかいな、こいつ。575センチもあんの。5メートルもあるん。クソでかいな、これ。へぇ。深海に生息している巨大なイカ。あ、深海に生息しているって言われたら、ここ深海なんかな？そうなん？これ、マグロちゃん、マグロ。めっちゃワンサか。あ、違ったわ。誰？イカつい。あ、イソマグロ、マグロやったわ。イカつい顔してる。こんなさ、軍団前から歩いてきてみ。僕、一瞬で路地逃げるわ。怖い、怖い。比較的浅い磯周りにいることが多い。どっちなん？深海やったり比較的浅かったり、どっち、ここ。時空が歪んでんな、ここは。うわ、なんかクソでかいやつおる。これなんや、これ、ジンベエザメか、これ。ジンベエザメや、これ。ジンベエザメやろ。ジンベエザメきちゃー。1427センチ。でっか。140メートルもあんの、こいつ。クソでかいな、これ。ああ、かわいい。ジンベエザメなんかかわいない。こいつなんかかわいいな、えらい。背中に縛る多数の白い斑点が特徴のサメ。1000メートルより深い海でも発見されることがある。へえ。じゃあこんな浅瀬にいることもザラにあるってことかな、この書き方的に。やっぱり知ってるやつに会えたら嬉しいな。ジンベエザメ、よろしくな、これから。バランスのいい岩。ほんでなんか BGM が急に神秘的になった。何このバランスのいい岩、これ特にか、これ何この岩。これもなんか年月をかけてこの海がさ岩を削ったみたいな、そういうのかな、これ。すごいね。でなんか急に BGM が流れたんで、なんかこの辺にあんのか。急に BGM でね、幻想的やねん、この BGM も。いいん、あ、おる、あ、あれ、なんかあの岩ってさ、ところどころにあんの、これ。あそこだけじゃなかったんや、これは。何、はい、感覚とともに何かの声が響いた。はい、
帆を立て泳ぐものをここに示せ。帆を立て泳ぐもの、何それ、それ何、ちょ、お前ちゃうねお前ちゃうけども、これそうちゃん、帆を立て泳ぐもの、トビオちゃん、これさっきの帆を立て泳ぐものって違う。でもさ、示せの意味がわからへんねん。どうやって示すん、ここに得体の知れへん。あ、金色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 、こんなちっちゃいやつにも金色とかあるんや。これ何、うわー綺麗、色ブダイかっこ赤、これなんな、レアな魚なんかなんかな、これ初めて見た、こんなやつ。体色、体色、体が赤色をしている非常に珍しい色ブダイ、非常に珍しいわこれさ。さっき言ってた通り、潜るごとに海の地形が変わるから、あ、ハイヒールや。だから、これを絶対に見つけられるってわけじゃないね。一人一人海が違うから。だからこれ未だに見つけてへん人もおるんちゃん。ああ、これは、ここに潜って大正解やったな。なんか寝とるわ。ほんでここに。クソでっかいな、こいつも。これ何？うわー、怖っ。うわ、こうわ。アラフホ、アラフラオーセ。魚ってさ、読みにくい名前のやつ多いやんな、めっちゃ。なんか知らんけど。ツレコギコスト。あ、ツレコギコストとかあんの？あ、なるほど、なるほど。そういうことか。さっきのやつは、何かを連れて行ったらええんか、あそこに。なるほど。ちょっとそれよりここを探索したいな。せっかくこんな広がってるとこに来たから、ここちょっと重くそ潜ってったらめっちゃレアなやつおるんじゃん。あ、これは普通のサメか。あ、これシュモクザメか。さっき見つけた、さっきのやつかな。シュモクザメにも種類とかあんのかな。これ魚好きな人にはたまらんやろうな、このゲーム。僕、魚はもう、申し訳ないけど、食べることしか興味がないから。なんじゃこれ。これ何、このなんか謎のキューブみたいな。なやこれ。つくも版が光った。ギター。なんか、ギターが封印されていた、ここに。あ、あ、あ、光ってる光ってる光ってる。これ、ウミガメ？あ、スッポンちゃうん、これ。スッポン？何これ？ここ、マハラじゃ。かっこよくてよくわかんない名前が多いな。ほ、なんか、仮面にしては甲羅薄ない。なあ、体入れんのそれ。オサガメの中でも得意なサイズを誇る、大きさに成長した巨大ガメ。へえ。大量のクラゲを食べてると推測されている。レアなんかこれ。見たことないもん、僕。もうここ結構泳ぎ切ったんで、ちょっとマップ変えるか。浮上して、これでなんか、終了らしいですわ。めっちゃ溜まったくない？ランク3。やった！あ、釣れ泳ぎコスト。これが重要になってくんのか。じゃあバンバン泳いでレベルアップせなあかんな。ほんでこれオンラインもあんねん。みんなでダイビング。これおもろさやねんな、めっちゃ。じゃあまあ一人ダイビングの、これ前回のマップやねんけど、新しいマップ。で、これ、オーシャン ID とかあんねん。0035とか。16桁あるから、もう、無数にあるわ。この世界に海が。じゃあちょっと新しいマップ、やりましょうかね。これ、新しいマップ生成したら、そのマップ 100% になるまで進んだ方がいいんかな。まあ、ちょっと僕は、そんなことよりいろんなマップに行きたいから、次進むんですけども。もしあのマップ戻りたいってなったら、あの ID 売ったらええからな。来ました。なんかちょっといきなり深そうやぞ。うわ、なんかちょっと結構深そう。うわ、いきなりクソでかいやつ来ちゃう。これ何これ。うわー、これちょっと待って。なんじゃこいつ。これ何こいつ。誰これ。ウバザメ。
137メートル。うわ、こんなやつに出会ったら、うーわ、ジャムおじさんみたいやん、見た目。ちょっとかわいいな、こいつ。口開けてくれへん。口開けて、口。口開けてくれへん。その口ん中のさ、なんか、ワームホールみたいな、めっちゃ怖いねんけど、こいつ。ジンベエザメに、おー、サービスショット。ジンベエザメに次ぐ大きな深海性のサメ。あ、ジンベエザメよりはちっちゃいんか、こいつ。こんな見た目しといて。へぇ。これさ、もう 100% 当たり引いたくない？広大すぎ。うわ、この下。この下行かなあかんやろ。こんなん見てもうたら。この下。すぐ地面かーい。すぐ地面かいな。なんかもっとあるんちゃん。ちょっと、ああいうちっちゃいのはどうでもいいから、クソでっかいやつ行きたいよね。クソでっかくてなんか見たことないやつ。行きたいわ。あれ？思いのほか、浅瀬か？ピチャピチャかこれ意外と。うわ、ちょ。あ、これ、クジラや。白流すクジラ。ゴンドウクジラ。かっこええ。セミでしたわ。え、めっちゃかっこええな。クジラってこんなかっこいいの？その、白色なんかブツブツめっちゃかっこいいやん。アーチ状に湾曲した下顎と巨大な口を持つ、頭部にある複数のザラついたコブは個体の識別として役立っている。へぇ、ま。あれが、このクジラちゃんの名前みたいなもんなんかな？じゃあ一人一人このコブは違うんか。面白いなぁ。勉強なんねんな、普通に。普通に勉強なるからええねん、これ。生きれるよね、これから。あ、いける！あ、おお、ちょ、待って。この、このクソでっかい空洞。ほんでなんかめっちゃ泣いたぞ、今。今、ジンベエザメが泣いたんかな。あ、ちょっと待って、なんか、下行く前にでっかいのおるやん。あー、クジラくんが異彩を放っている。これ何？シャチ？うーわ。メガマウス。あ、メガマウスって聞いたことあんで。正面見てこれ。正面。うーわ。なんじゃこの正面。鼻の穴がでか。大きな頭と口が特徴的な巨大深海ザメ。あ、サメなんやこれ。こんな見た目で。へえ。じゃあちょっと、じゃあこれシーラカンスか。え、これシーラカンス。え、嘘やろ。これシーラカンスじゃん。アクセルロディクティスラボカティ。この名前つけたやつ意地悪やな。もう読ます気ないやんこれ。な、なんやこれ。かっこええな。ほんで、あ、え、シーラカンスやんこいつ。白亜紀後期の海に生息していたとされる巨大なシーラカンス。やっぱシーラカンスやったんかい、お前。めっちゃかっこええな。シーラカンスってやっぱかっこいいよね。てなわけでちょっと下行こう。これこんなクソでっかい穴。絶対やばいの俺やろ、この下。うわ、これめっちゃ深いぞ。めちゃめちゃ深い。あ、リュウグウの使いや。リュウグウの使いやろ、これ。うーわ。リュウグウの使い。こんなん見つ、これ絶対レアやろ。金色には光ってへんかったけど、青色ビカリの中でもかなりいられちゃう、こいつ。特徴的な見た目のことから、知名度の高い深海魚。うん。動物の森でさ、僕のこの知識。これええな、めっちゃ。あとは？あ、おるおる。あ、これはウミガメくんかな。あ、さっきのやつか。あ、さっきのやつか。こいつ。ここ、マハラジャ。よ。ここにもおった。あ、なんか震えた。なんか震えてんねんけど、リモコンが。うわ、何これ。なんかリモコンめっちゃ震えてる。なんでや。なんかね、探査機みたいな感じでリモコンめっちゃ震えんねん。これ？こいつ？なんかリモコンめっちゃ震えんねん。こいつに、こいつにめっちゃシンパシーを感じている。オサガメ。オサガメが気になったんかな？こいつ。今生きている亀の中で、あ、最も巨大な壁。そうなんや。
こいつが一番でかい。あ、ちょっと待って、後ろのサメ、あれ、ホホジロザメちゃん。あのサメ。どこにいた、どこにいた、どこにいた。あ、まだスキャンしてへんやつには光るわ。こんな感じで。ちょっと待って、さっきのサメ。さっきのサメ、どこ行った。あれ、絶対ホホジロザメやって。ちょ、ホシよ、これ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 、こいつ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 。あ、ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと違う、違う、サメや。カグラザメ。かっけえ名前しとるやんか。深海性のサメ。通常サメはごついのエラ穴を持つが、本種は原種的なサメの特徴である六ついのエラ穴を持つ。へえ。まあ結構貴重なサメなんかな。え、まだ下あるやん、ここやば。ちょっとこの下行くんは次回にするわ。ちょっとここで全部使ってしまう、もったいないわ。ちょっとこのなんか噴射している、これ何これ、何これ、何これ。で、下からめっちゃ噴射してんねん。ちょっとこの下は次回行きますわ。楽しみや。なんかめっちゃ光ってるやん。めっちゃ、あ、これアンモナイト、アンモナイトちゃんこれ。え、嘘やろ、クソレアちゃんこいつ、こいつ、これアンモナイトや。レアすぎるやろこれ。ラージやって、ほんででかい。個体によってでかさとかあんの。こんなもんやりまくらなあかんやん。アンモナイト見つけたで。あ、ちょっと待って、なんか、あ、こいつはさっきのお前よう合うな。こいつによう合うわ。どこがレアやねんこいつ。